はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エッジブログです。今日はタイトルにもある通り、二人の馴れ初めについて語っていきたいと思います。恋愛についてよく聞かれますよ、コメントとかでも。なにこれ、何これ。恋愛ですよ。出会った9年前ぐらいにまだラブラブだったけど、今はそうだね。そうだね、ラブラブだったね。ということです。じゃあ、はい。どうぞ。教えてください、皆さん。私が話すんですか、社長からどうぞ。どっから話しますか。ねえ、生まれたところから行きますか。OK、 じゃあレナが1992年。そもそもレナがなんでこう日本にやってきてるのか。意外とレナが1992年に生まれたっていう。そんな戻る、そんな戻んないでしょ、日本語の歴史は。多くの外国人と同じようにアニメとか漫画によって日本に興味が湧いてきました。ちょっと日本語を勉強しようと思ってすっごい軽く勉強し始めた。じゃあドイツの日本語学校みたいなところに通ったってこと。そんなことない。週1回1時間みたいなのプライベートな学校があったの。いや、そういう秘密裏のスパイを育てる機関があったの。学校に通ってる生徒さんに向けてだけじゃなくて、もう誰でもウェルカムみたいな。ああ、なるほどね。感じで。それが12歳、3歳の頃。そう。そうだよ、私可愛かった。今可愛かった。今可愛かったの話してませんよ。可愛いよ、可愛いよ。可愛いですよ。皆さんどんどんコメントで、コメントで言ってくださいよ。でも視聴者の皆さんね、コメントで可愛いとかね、綺麗だねとか言ってくれるからね。この動画でもぜひ、可愛いね、綺麗だね、美しいね。まあ、週1回1時間でほとんど何も勉強にならないという事実になってるんですけど、でしょうね。はい、その他のなんか日本の文化とかに興味がある友達とかができて、日本食とか日本の音楽とか、あ、いろんなことにジャパニーズカルチャー関わりました。で、18歳の時に初めて日本に来ました。日本は6週間東京の日本語学校とホストファミリー、ホームステイしてたって話ね。でも全然喋れなかった、社長。そう、コミュニケーションはほぼゼロ。残念。でもめちゃめちゃ楽しかったし、良かったし、もう本当に田舎のドイツから来てる人が、うん、東京というところに行ったら、もう何でもすごいよ。で、そこから大学に入りました。ビジネスと日本語のその両方の専門のある学校に入って、留学も入ってました。1年間大阪で留学してからまたドイツに戻りまして、うん、卒業して、うん、まだまだなんか日本語が足りないという感じがあったから、うん、もう一回日本大好きだね、日本。そうだよ。3ヶ月京都でまた日本語学校に通って、日本語能力試験の勉強をして、おー、はいはいはい、またホームステイ。その間は、まあ、日本語を成長したいなという気持ちもあったし、うん、あと仕事も見つけたいなという。で、な、日本に行ったら日本で仕事が見つけやすいと思いきや、全然。就労ビザがないと日本の仕事が見つからない。会社がないと就労ビザがもらえない。鶏卵の問題だね。それでも運が良くて会社見つけましたよ。いろいろ面接、いろいろって言っても一つの会社に面接。もうちょっと日本語の勉強しようか。いろいろっていうのは3つ4つ5つをいろいろってね、一つはいろいろとは言わないから。あの、いろいろ一つの会社と、その会社が就職した会社になってるんですけど。あ、そうなの？初めて知ったの俺それ。え、そうなの？俺ドイツでリモートでこう受けてたかと思った、面接を。いえ、だからリモートで受けたよ。レナが日本にいる会社がドイツ支社だったから、うん、そのドイツ支社と面接をオンラインで受けましたよ。なるほど。答えがいつもらえるかわからないって言われて、なぜかというと、うん、クリスマスの3日前ぐらいに面接をしました、うん、で、まあクリスマス休みに入るから、うん、その後になってしまう可能性があるよって言われて、全然なんかその休みとか楽しめないな、うん、ずっと緊張して、なんか2024年、ごめん、未来に行きました。一人だけ未来行きました。12月24日に連絡があって、クリスマスイブじゃん。そうだよ、うん、伺いました。あ、そうなの。スピード早いね。そう、そんだけ優秀だったのかな。そう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 、それか、ね、レナ以外に応募してきてくれた人がいなかったのかな。え
あれここまで僕出てきてますだよね、ベラちゃんがおしゃべりだからねそう、日本はみんな4月入社でしょ。4月入社、私は3月入社しました。なぜかというと、その入った会社の支社が日本人と一緒に新人研修を受けてもらいたかった、うん、なるほどね。それをするためにちょっと早めに会社に入らないとビザの取得とかまでできないから、うん、3月1日に入社して、うん、で4月から日本に飛ばされて、うん、日本の本社で新人研修を受けると。でやっと、はい、タカ登場、やっと来ました。僕登場長かった ね俺が登場するまで長かったね。 このタイトル覚えてますか2人の馴れ初めについてですよ。2015年4月1日に私とタカが出会いました、うん、ちなみに印象どうでしたか。40人の日本人がいたから特にはタカが多分印象に残ってなかった気がする。ひどい女です。日本人みんな一緒だよ。俺からしたらあれだよ、目立ちますよ、ね、4月1日バーンって扉開けた瞬間金髪が3人ぐらいポンポンポンっていて、はい、あれってなんだよ。あの人は外国人なのか、その日本で育ったバイリンガルの人なんか分かんなくて、結構すぐに気づきました。まあすぐ気づいたけどまあタカを気づくほどの余裕もなかったかもしれないよ私。確かにその時の日本語はこんな喋れないもんね、うん、今の10分の1とかでね。全然よく入社できたね。よく新人研修受けたね日本人と一緒に。50人が2つのグループに分かれて、うん、なので25人ぐらいで私とタカが同じ25人に入りました。 A クラス B クラス分かれたからね。その中でまた5グループぐらいあったんだよね。だから5人ずつ、うん、私たち同じグループじゃなかったけど、テーブルがなんか隣だったよね。そう、同じ A クラスとしてプログラム受けていくから毎日こう顔合わせるんだよね。で、なんでかわかんないけど、なんかよく私たち5、6人ぐらいで、うん、なんか食べに行ったり飲みに行ったりしたでしょ。してたね。なんでだろうねなんでだろうね俺に惚れてたんかなまあ私はすごい人気だったっていうこともあるんですけどキラーって効果も入れてね、キラーってもう一回再生するまあ私はすごい人気だったっていうこともあるんですけどあのタカともう一人の男性が私にすごい興味がありましたよ。これはもう俺の優しさからレナが孤立しないように常に話しかけてたよね、うん、あいつ優しさないから何を考えたか分かんないけどそんな感じでよくご飯とか行ってたよね。で最初の1ヶ月は私に本当にめちゃめちゃ辛かった、うん、なぜかというと全部日本語だったし、なんかグループワークとかディスカッションとかプレゼンテーションとか日本語ができないと、うん、できないことですよ。なんか言いたいことが山ほどある、言葉にできない、イライラするですよね。はいはいはい、あの私の中でもだから10あっても1とか2しか出せないってことね。そう、それでも1ヶ月か2ヶ月後に全部ガラッと変わりました。革命が起きましたマレーシアからの講師が来て、研修、そこから研修が1、2ヶ月ぐらい全部英語でした英語プログラムに変わりましたここで女王になります今度逆に日本人がめちゃめちゃ大変な思いしたんだよ。でもちろん僕らの会社でグローバルな会社だから英語できる人はいっぱいいるんだけど、僕レベルの英語なんでスーパーヒーローだったよね。そうだよ、みんなレナにいろいろ聞いてたもん。そう、私はみんなに手伝ってあげました。なぜかというと、前はみんな私に手伝ってくれたから、ね、オンをまたオンで返してもらってね本当にそうだよ。でタカは特になんかやる気なさそうだったよ。すっごい寝てましたよあ、それ言っちゃう。本当にあの時は若気の至りというか、あの本当に反省してるんだけど今思うとね。外部からマレーシアから講師が来てくれて、ね、25人テーブルでバーって並んで、ねね、俺最前列にいつも座ってる。それも最前列で寝るというね。でもタカが可愛かったから、うん、説明の英語で手伝ってあげましただいぶ手伝ってくれたね。またさらに仲良くなりました。そう、そこでかなり仲良くなったかもね困難にぶつかった時に助けてくれたりするとこう印象が残るからね。まあタカも東京に引っ越したばかりで、うん、まあもちろん友達がいなくて、週末もなんかどっか行こうみたいな感じになって、そうだね、俺デートじゃないけど、うん、みたいな、デートって感じじゃなかったよねお互い週末暇だから。そう、友達もそんないないし東京に。思い出に残ってるのが、うん、代々木公園に行ったね。初めてなんか東南アジアのなんかのフェスティバルをやってて、うん、でテレビにインタビューされたレナがねその時から出たがりでしたねそうだよ。でそれが楽しかったから、うん、車をレンタルして日光に行こうという話になって、うん、それが初めての長距離で一日中一緒に遊ぶみたいな感じなんじゃない、うん、それはね覚えてる、明確に覚えてる、うん、なんか
すっごいしょうもないレストランで湯葉を食べた。俺が悪いみたいになってる。あれが高場二人で考えてそんなレストランにしたと思うよ。違います。でもそれは許してあげた。ああ、よかったよかった。でその後は LINE でメッセージを書いたり、うん、付き合ってもいいかな、でも、うん、あんまりなんか1年後に どうせドイツに帰るから付き合わない方がいいよね。レナ1年間の研修プログラムに日本に参加してたから、1年後にはドイツ支社に戻って、まあ、ドイツで仕事するっていう契約だったんだよね。そうだから、まあ、友達は作りたかったけど、あんまり恋愛とかは不便というか、もともと日本に来た時に、うん、まあ、絶対に付き合わないとか、うん、彼氏を作らないということは頭に入ってましたよ。あ、そのつもりで来てたんだ。そもそも、うん、あのタカみたいな日本人に、あの何をちょこちょこ触ったんだ。あ、じゃあその気持ちで来てたけど、まあこいつと出会ってしまい気持ちがちょっと変わっていったってこと。うん、そう。で私たちは一緒に研修で海外に行きました。そうだね。入社してから3ヶ月ぐらい経ったタイミングかな。その年に入社した人がマレーシアに一度で集まって1週間ぐらいホテルを集合研修みたいな。だからここもよくはディベートとかディスカッションとか。でもなんか普通に日中はすっごい広いめちゃめちゃ冷たい、うん、カンファレンスルームみたいな。カンファレンスルームでまたグループワークをやって、うん、それが終わったら隣のモールとかでショッピングしたり食べに行って、うん、で夜は誰かの部屋でテキーラパーティーをやりました、うんうん、毎晩やってたね。もうやばかったんですよ。まだ若かったけど大変だった。でもホテルがすごかったよね。だからね、ホテルにカンファレンスルームついてプールついてて、横にショッピングモールが併設されてて、もう全部そのホテルで完結するみたいな。何でも揃ってる。ボトル何本か買ってきてショットパーティーですよ。めちゃめちゃ飲んでたよ毎晩。ボトルがどんどんなくなってくる。そうだよ。で次の日またボトルみんなで買いあせって、そうモールからテキーラなくなるっていうね。で毎晩何本もなくすっていう。編集の俺思い出テキーラパーティーだもん。まあ週末はなんか遊びに行ったり観光したりしてたけど、まあその中でまあ付き合いますかみたいな。でも明確にこう付き合ってくださいって俺やってない気がする。それはドイツで誰もやらないよ。キスしたら付き合ってるみたいな。あ、そうなの。カルチャーショックだね今。キスしたら付き合ってるらしいですよ。気をつけて。気をつけてください。でも私たちはまあその仕事の後でもなんか仲良く、うん、続けたから、うん、よく夜ご飯食べに行ったし、ね、そう夜ご飯食べに行ったり、うん、私はほとんど自分のアパートに住んでなくて、うん、タカの家に泊まりに行った。すぐ転がり込んできたのよ。レナがその時当時池袋に住んでて、うん、で僕が当時板橋に住んでて、そうお互いワンルームなわけよ。いやそうだよ。めちゃめちゃ狭いのよ。そこに転がり込んできやがって。そうで、9月になって初めての旅行に行きましたけど、うん、どこにいたか覚えてますか、タカちゃん。覚えてないと殺されますよ。シルバーウィークね。九州行きました。はい、九州行きましたね。たどこに行きましたか。九州をね、レンタカーで、まあ要は1周ぐらいしたね。ラーメンが思い出に残ってる、うん、博多のね、博多ラーメン、屋台で食べた屋台ラーメン、博多ラーメン、ほんと今までで一番美味しかったかもしれないよ、うん、熊本に行って、馬刺しを食べて、うんうん、熊本城も壊れる前にまだ見れたんだよね。別府で温泉行った、温泉いろいろ見て、でも楽しかったよ、ほんとに。なんか私も初九州だったし、うん、俺も初九州だったから。あ、そうなの。そうそうそう、一緒に初九州あるね。だからまあ本当に楽しかったよね。ね。で、それも仲良くができたし。うん、ギリギリね。まだラブラブだったよって。2016年になって、うん、まだ本当に仲良くし続けて。うん。でも、1年。そうだ、ドイツに帰りなさいっていうタイミング。そう、だからなんかタイミングが近づけば近づくほど、うん、なんか心配し始めてどうしようかなとか。はいはいはい。なんかの方法でもうちょっと長く日本に入れるか。そうか、こいつをドイツに連れてくか。こいつをドイツに連れて行けるかとか、なんかいろいろ話したし考えたし、うん、悩んだし、うん、俺は全く悩んでなかったけどね。俺の選択肢は一つしかなかったよ。どうせ帰らないんだろうなっていう。なんでこいつ来るか。もう自分のこと好きすぎるんだよね。違う違う違う、本当に。もうそれが見えてたから、俺は未来がパーンって。どうやって見えたの。日光のデートぐらいの時にもうパーンって見えたから、まあ、こんな鬼嫁になるっていう未来は見えてなかったけど。やっぱり後で殺されるかもしれない。で、結局どうしたんだっけ、その時は。夏にもう一回ドイツに帰って、うん、また日本に戻って、うん、支社のトップの人と打ち合わせがあった時に、うん、実は、うん、支社が閉まりますので、って言われて。そうだ。オプション2つあります。
これからドイツに戻って、うん、就職してください。他の会社にね。はい。それか日本に残って日本の社員の契約に切り替えて、うんうんうん、日本に居続けてもいい。なるほどね。と言われて、なんかめちゃめちゃ運がいいなとは思いましたよ、私。確かに。ちょうど1年経ったドイツに帰るタイミングでドイツ支社がクローズするっていうね。運良かったね。それがなければ、うん、もう今だにタカと別れてドイツに戻って、うん、え、そうなんだ。でも俺そのドイツ支社が閉まるって話は、はい、もうちょっと俺前から知ってたよ、確か。なわけない。あれ知らなかったっけ。バレーボール部で仲良かった副社長がいたじゃん。イエス。で、俺とレナが付き合ってることも知ってたし、その日本の副社長はドイツ支社のトップの人とも話してたのよ、俺とレナが付き合ってることをすでにもう。だからここをどうやって関係を崩さずにっていう話はしてたらしいよ。嘘。うん。まあドイツ支社がクローズしなかったとしても残り続けたとしても多分レナにオプションくれてたと思う。日本所属に切り替えて日本に残るか、まあドイツ所属のまま戻ってくるか多分。まあその関係で私はドイツ所属から日本所属に契約を変えて、そこからまあ永遠に日本に行ってもいいようになったね。なりました。安心してこのポンコツと付き合えることができたね。はい、はい、じゃないのよ。そこははいじゃないのよ。はいだよ。それができたから私たちもタカのめちゃめちゃ小さいアパートに住み続けられない、うん、そのタイミングで引っ越したんだ。しました。どうせ2人で暮らすなら狭いさ、板橋のワンルームもう無理だってなって。でタカの両親はいつのタイミングで会ったかな。付き合って1年目の冬、レナが一人でドイツ行きました。で、日本に帰ってきますって言った時に、俺はその時お正月に名古屋にいたから、レナはそっちに、実家に帰ってきて、だから1年目の冬にはもう僕の両親には会ってる。あ、オッケー。次の年の、冬に、うん、タカを初めてドイツに連れて、ね、クリスマスに一緒に私の両親に、うん。2年目の冬、2週間ぐらいドイツに行って、レナのお家にずっと暮らしてお世話になったね。めちゃめちゃ緊張したよ、最初。そりゃそうやろ。言葉通じないじゃん。まあ、英語喋れるから、英語で話して通じたけど、もうそれは緊張するよね。私はでも、タカの両親に会う前に緊張してなかった気がする。ずぶといですからね。まあでも、ドイツだと普通だからね。彼氏とか彼女が両親に会いに来るって。別に結婚の挨拶って感じじゃないよ、ね。ああ、じゃない。まあ、そんな感じで、本気で付き合ってる、一緒に住んでる両親にも会ってる、海外旅行まで行って、うん、でまあそこからいろいろあったんですけど、うん、この動画はここまででいいと思います。そうだね、馴れ初めで言うとこんな感じかな、ね、だからそう思うと早いよね。付き合い始めて 3,4 ヶ月で同棲するやつちょっとバグってるよね。感覚的には、まあ、バグってる結果が YouTube やってるってことか。ここまででなんかいろいろ教えてあげましたけど、なんかこれがまだはっきりになってないとか、これはまだ聞きたかったけどとか、うん、そうだね、ありましたらコメントで。付き合い始めてから2年間ぐらいなので、なんかここがもうちょっと気になるから深掘って話してほしいとかあれば、全然僕ら全てオープンのチャンネルなので全部話しますよ。はい、聞いてくださいコメントで。ということで、この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。